ナイテッドアローズは1989年に創業して、もともとはヨーロッパのクラシックなスーツだったりとモードなものをミックスして提案してたお店だったんですけれども、時代がこういろいろ変わってきて、まあこう次の世代に受け入れてもらうために、あのそういったスーツだったりジャケットと、あの自分たちが好きなこうストリートなものをミックスして、自分たちではそのミックススタイルをサルトリアルストリートスタイルと呼んでいます。要は僕ら日本人のプレイヤーとしているんであれば、海外のニューヨークヤンキースのロゴを使わせてオフィシャルで使えるっていうのも割と新しいことっていうか、オムレニーニョ自体はニューな方なんですけど、始まってまだ2012年なんで、47とかはすごく歴史あるブランドですし、ユナイテッドアローズもブランドだったりで、その3に一体でできる今僕ら日本人のアイデンティティを持って、トリプルコラボをしたっていう形ですかね。今回その47とコラボレーションさせてもらうことになったきっかけは、ヨッピーさんが好きなあの球団で、あとはその海外の球団だけでなく、あの架空の日本の球団っていうのを作ってやってみようっていう話になった時に、47から降りるっていう話で、もうぜひっていうことで、やらせてもらったんですけれども、やっぱりこう、まあ、例えば結婚式とか、まあ、卒業式なのか、なんかそういう人生の大切な時に自分の好きなものをこう身につけられるようなことっていうのはやっぱり提案したかったので、なかなかこういうちゃんとしたブレザーで、あのこういうスポーツだったりカルチャーが入ってるものがないの で、それがあの今回その47さんのおかげであの実現できたといいますか、球場にこのブレザーセットアップ、あのジャケットキャップをそのアウェーでもうホームでもいいんですけど、何人か真面目に来て観戦していただいて、そのビッグスクリーンとかで拾ってもらえる日を望んでおります。